ですよ、あのアフガンの報復戦争が始まった10年ほど前、10年じゃない、9年ほど前に出したやつなんですけど、もうやってられるなと思って作った曲です。空からその後やってられんなと思ってこの曲を作って、状況が改善される兆しは一向になく、なんか全然ダメですね、この世は。全然ダメだったお前。いや、なんかイマジンなんか歌ってる場合じゃないんじゃないかということをこの曲で提示したかったんですけど、なんか空の上からやりたい放題なんか歌っててもどうなのよっていう感じですよね。空の上からやりたい放題放題、金属探知機はひっきりなしになり続け、武装に武装を重ねる石油中毒の頭で、死んでも死んでも死んでも、パレスチナは黙っとけと、切り倒されたオリーブも、病院に運ばれる途中に撃たれた9歳の女の子も、あれもテロリスト、これもテロリスト、あれもテロリスト、これもテロリスト、砂ぼこりの中に舞い降りて、弾と金と飯をばらまく、暇人とかそんな歌ってるうちに舐められ腐って、世界中組織行列、パイプラインを確保せよ、さらに車を購入せよ、輝ける経済効果を後になって虐殺とかそういうこともあった。空の上からやりたい放題放題、言葉の死体が踊りまくる踊りまくる、バグダッドもガザもファルージャもベオグラードも、悪質なギャグをみんなでギャグを見てるんだ、バシュ軍人に金をばらまく、バシュ軍人に金をばらまく、パレスチナは壁でぶった切る、バシュ軍人金をばらまく、お前らはあなた方は不滅なのか。いや、そんなことはないと思うよ。ありがとう。